今回はバックパッキング向けの超コンパクト浄水器2つを紹介します。こちらがソーヤーミニ、浄水器をすごくコンパクトにした定番モデルです。そしてこちらがカタダインの B フリー、最近さまざまな賞を受賞している浄水器です。こういったコンパクトなモデルが出る前は浄水器といえばこの MSR みたいにこれぐらい大きかったです。これが今やこのサイズ。自分の使い方としてはソーヤーミニはエマージェンシーキットの中に入れてました。非常用なのでめったなことでは使わない浄水器として持って行ってました。ダクトテープなど巻いてます。それに比べてカタダインの B フリーはもう普段の水筒として使ってます。沢水を入れるというよりも最近水道水を入れても安心して飲めるので気に入ってます。そしてこちらのカタダインは浄水スピードがものすごく速くて普通の水筒のように飲めます。実験してみます。普通に蓋を開けてもうひっくり返すと水が出るぐらいです。もうこれで浄水されてます。浄水面積が広いので早いんだと思います。本当にこれで浄水されてるのかっていうぐらい早いです。ソーヤはフィルターが小さいのでちょっとスピードが遅いです。ギューッと押してあれ、ソーヤーミニをクリーニングしてきました。専用の注射器できれいな水をフロントから送り込んでフィルターを掃除する仕組みです。クリーニングした状態だとこれぐらいの感じで水が出ます。ソーヤーミニ、それに比べてBフリーはもう普通の水筒感覚で浄水して水を飲むことができます。薄くて柔らかくて持ちづらいんですがフロントポーチの中に入れて持っていってます。少し水を抜いた状態でミステリーランチのボップに収納することができます。そして今こちらのボップの中にはBフリーに C2 サミットの 30g のバックパック、そしてスマホ、フロントには団子の財布も入れてます。いつでもどこでも水を浄水して飲むことができます。本日はハイキングバックパッキング用の超軽量コンパクト浄水器2つを紹介しました。カタダイン B フリーとソーヤーミニです。